みんなのやっぱ兄貴っていうかお兄さんみたいなところもありますよね、うん、優しくて、うん、まあ、厳しい先輩でしたけどね。まあ、まあ、僕には厳しかったですけどね。ゴングスタートと同時にお客さんがリングを一点を見つめるっていうのはやっぱルミナさんの試合以上のものは俺は感じたことないんですよね、うん、嬉しいね。高揚感がありましたよね。一番なかなか、うん、味わったことない。そうなんだけど、なんかチャンピオンになれなくて、それがすごい歯がゆかったですけど。まあ、車椅子生活になっても、それはなんか覚悟の上で結婚したので、とりあえずなんか本当生きてればいい。もう少しだけ。踏ん張ってみようと思います。あのうちにも来たことあるんですけど、飲みに普段はもうはいはいよろしくお願いしますって、もなんかはい、いやこちらこそ、リングの中に入ったらコラッとこう、あれがまた面白いですね。ふざけんなこのカードって感じですね。もう面白そうで、飛びつき十字固め、あれがもうたまらないですね。これ僕やろうとしたんですよね、大晦日、所君とやってくれと。テレビでどんだけやろうが自分はシュートのリング以外には上がらないと。シュート本格派みたいな感じですよね。多分所さんの強いところというか怖いところというか、そういうのを見せてほしいですね。さあ首を投げます。そのまま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 できるだけ食わせていけるように頑張りますって言って、できるだけじゃないでしょって突っ込まれて。出会ってから奇跡を目の当たりにさせてもらってる感じですね。今回の試合ね、見て覚えてくれたらいいなっていう、まあ最後になるかもしれないし、来た。月狼にその時が近づく。実力以上の扱いを知ってもらってきたんで、やっぱ本物のところでどうなるのかなっていうのはありますけど、本物の戦いを生き抜いてきたもう一匹の狼。僕はシュートしかずっとやってこなかったんで、他に特に行く気もなかったし、だから、ね、対戦実現するっていうのはあんまり彼も多分思ってなかったと思うんですけど、ゼッソとヒーローズとドリームとやってきた10年間を、まあ、佐藤ルミナさんとの試合で全部ぶつけるっていうのが、聖なる夜、大東京交響曲、総合格闘技、神に愛された2匹の狼が初めて出会う。所秀夫 VS 佐藤ルミナ。